Guilty Gear Xrd Rev 2. Episode. Who dares to enter the mayhem?万物の断りを介し調律によって全てを操るヘヒョン。ジャパニーズコロニーに異変がありとの報告を受け、その調査を引き受けることとなった。痛みがなくなりました。だが病のもとをおとなしくさせたに過ぎぬ。あとはウヌの免疫力の頑張り次第だ。今日一日は安静にな。はい、ありがとうございました。もう立たれるのですか？コロニーは遠い。初手に遅れを取れば打ち手を減らさぬとも限らぬ。それほどの大事ですか？どうだろうな。だがJの字ほどの者があの慌てよう。ただごとではあるまい。タウンよ、こたびは特分なき務めになるやもしれん。それがしのわがままも許してくれるか？わがままなど滅相もございません。私たちは皆親方様がいなければ流浪の民なのですよ。すまぬ、後のことは任せたぞ。では皆全力で息災にな。いってらっしゃいませ、親方様。Let's go!
Duel. All or nothing. で47元整いついて抑えてる。素敵な調律だ。あり得るのか。奏者に感情がないとしか思えない。Yeah!
19弦か。よく整えられている。
私も理解しないと。Heaven or Hell Duel One Let's Rock Rock三本首で整っている。見事だ。
取るに足らない戦闘能力だが、報告と整合しないのは困る。僕の残力、無会長の受動組織だ。調律できん。こちらこそ今から楽しみです。お世話になっております。お願い。はい、その理解で問題ありません。加速です。そうです、超電波かるかと。貴重なお時間を。充電が切れそうです。精進性、意外にも伝統的な36弦。長い間調律されていないようだが、それが運の源流というわけだ。ジャパニーズコロニーの調査に向かったヘヒョンは、現地で依頼主であるジョニーと合流を果たした。久方ぶりの再会を喜ぶいとまもなく、ヘヒョンは街を見据えたままその表情を曇らせるのであった。ここはいい場所だ。自然に囲まれ、住民は活気に満ちている。本当に何か悪いことが起きているのか。それを調べるためにそれがしを呼んだのであろう。お前さんなら解決できると思ったからな。だがいいか、俺はお前さんの背負っているものを知っている。それで俺から呼び出しておいて、今更ってことも分かってるんだ。分かっているんだが。何を心配しておる。こいつはきっとうまい話じゃない。一つ意見を聞きたい。先日のことだ。それがしのもとに古い友人から連絡が入った。その友人は遊び好きで、酒癖も決して良いとは言えぬ。女癖もしかり、
身を固める気もないのかもしれんが、約束事は話半分で聞き流し、尊い教えを説いた本は巻き代わり、よく言えば奔放だが、世間一般ではいわゆる、そう、極潰しだ。ところが矜持なのか見栄なのか、その男には自らに課して固く守り続けている戒律があるようだ。その一つが、滅多なことで人に頼らないというものだ。そんな男が常ならば決して発さぬ、頼むという言葉を使った。さて、ウナがそれがしの立場ならどうする？恩に切る。ドクターの連絡先だ。直接話してくれ。Heaven or hell, duel, duel, one, one. Let's rock. Counter. I am医者か、ヘヒョンだ。また住人の体温が上昇した。まさか、また やはりここは一度原点に戻るべきなのか。白血球やマクロファージの動きに異常は確認できますか？血液量に変化は？女性であればエストロゲンやプロゲステロンの状態も。落ち着け、それがしは医者ではない。だが免疫やホルモン状態の話をしているのだとすれば、それはわかる。異常はない。そんな、火の気のない場所に火がつくような不思議は5万と見てきた。だがここでは火もなく黒煙が上がっておる。不法にコロニーを離れていた者はいませんか？住民との差分を検証できると思うのですが。その焦りよ、ことの本質がようやく見えてきた。問題は住民すべてが同時に発症してるということ。それはつまり、このままでは対処が追いつかぬということだ。ウヌが探しているものが何かは分からぬが、何としても突き止めろ。よいか、我らの敵は病院だけではない。時間だ。